こんにちは今回は喉のケアどんなことをされてますかって質問いただいたのでこれについて回答していきますが1から10までね説明するとめちゃめちゃ長くなってしまうのでこのアイテム一つ持っとけばまあいいんじゃないっていうのがあるんですよね朝起きて喉以外がするなとか乾燥してるなって時に役立つし歌い終わった後のケアにも使えるかなと思いますあとは友達と喋った後になんかこう疲れたなって時にも使えるかなと思いますよくね喉飴舐め,舐めたりしますよね 喉をケアするとかで水いっぱい飲んだりとかうがいしたりとかうがい薬とか使うと思うんですけどもそれよりも全然20倍ぐらい効果あるかなと思います20倍は持ったかな7倍ぐらい効果あるかなと思いますのでぜひ、えー、聞いていただければと思いますでは聞いてくださいでそのアイテムは何かって話をする前におすすめのうがい方法があるのでちょっとこれ一緒に似てるのでケアなのでちょっとお話するんですけども普通こう 飲んで、飲んでじゃないわ、飲まないわ。もう上向いて、がーぺーですよね。上向いて、あーぺーなんですけども、上向いて、うがいするのと、斜めに首を向けて、うがいするのと、両方ね。あとは、あーと、いーと、うーと、えーと、お。この母音5個変えると、より口の中のいろんな場所が洗えるので、家帰った後とか、手洗い、うがいするときは、ぜひ、 試しいいただければと思いますすすすめめちちゃゃくおですでそのアイテム何かっつったらこれですのどミストっていうアイテムなんですけどもまあ加湿器吸入器じゃないよねこれね吸入じゃないもんね加湿ですよねこんな感じで見えないか見えないかなこれ見えますか見えるねここまで来てるんですけどこれを吸う感じ <laughs> っていうこともたまに起きます。まあ、逆を言えば届いてる証拠ですよね。うん。うがいだと、なんかこの辺が現れてるような感じ。うん。喉飴は確かに喉スースーするけど、なんかこの気管の方が、なんか気持ち悪い、なんかすっきりしないっていうのが多いかなと思うので、この喉のミストを使うと、あのね、僕の体感は、喉仏のちょっと上あたりまでは潤うかな。 当たる感じがある、すごい。来てくれる。ただね、価格がね、4000円するんですよ。まあ、意外とするかなと思いながらも、まあ、携帯で持ち運べるからいいかなと思います。どこでも使えるんで、これ持っとけば。すごいちっちゃくてコンパクトで。なおかつ、水も、そんなに多く入らないんですよ。逆にそれが嬉しい。あの、ほんのちょっとしか入らないんですよ、これ。<laughs> こんな感じ。中。この中に入る感じ。 で、5分ぐらい使える。1回で。5分ぐらい。5分ぐらい使えるけど、まあ2分ぐらいでいいかなと思います。1分から2分ぐらい使えばいいかなって感じ。結構売ろうかなって感じの体感でございます。そもそもね、なんでね、こんな喉ミストなんか使わなきゃいけないんだって思う方いらっしゃると思うんですよね。4000円もかけてね。なんで、別にうがいでいいじゃん。水分補給でいいじゃんと思うかもしれないんですけども、このね、ほんと気管支、さっきも言ったかもしれないんですけど、気管支の方、手前の方まで金って入るんですよ。ウイルスって。それを、 潤せない、水で流せないんでそのまま乾燥したままでいて菌も入ってしまうとそれが炎症して腫れてきてしまって風邪みたいなことになってしまう可能性が高いのでこういう喉ミストを使ってあげて潤すことによって風邪も予防できる風邪も予防できるとボイストレーニングもいいっぱいできる。声帯が乾燥してしまった喉の調子が悪いそうするとボイストレーニングもできないできにくいもしくは効率が悪い ボイストレーニングの質も悪くなるから、こういうケアをすることによって、常にボイストレーニングの質を高める。練習する時の、この状態を良くしといて、より質の高いボイストレーニングができるようになると思うので、やっぱ、ケアって大切なんじゃないかなと、個人的には思いますので、やってみるといいかなと思います。と、まあね、こんな感じの <laughs> レビューなんですけど、下手だなぁ。下手だなぁ。マジでやばいなまあ、そんなにね、再生もいかないと思うので、こんな感じで、あの、 喉ミストっていうアイテムを使ってますよって感じです。前はね、こういうのを使ってました。加湿器なんですけども、2000円。これを、こっから、ふわーって出るから、こうやって加えて、ふわーって捨てましたね。でもさすがにこ、これでかいなと思って、ちっちゃいの欲しいなと思って買いましたけど、まあ結構買ってよかったかなと思います。そんな感じで、あの、あのね、薬とか、 あありだけど喉飴もありだし蜂蜜もありだけどうんとお茶とかもありだしイソジンとかもありだけど水を飲むのもありだけどそのね直接言ってくれる期間とかは本当にこのなんですか届かないんでこういうのじゃないと吸入器とかじゃないと届かないのでぜひね、えー、あるといいかなと思いますぜひボイトレをずっと続ける方とか歌やってる方とか、えー、よく喋る方とかあってもいいんじゃないかなと思います。喉を大切に、えー、している 何かお役に立てれば幸いです。今回は以上になります。失礼します。